どうも、ビッグマンチャンネルです。いやー、いやー、第2弾。もう K1 の話がしたいです、私は。はい。はい、そして、ヘビー級、無差別級トーナメントですよ。昨日終わったじゃないですか。はい。これはもうお二人にも早速聞かないといけないと思って。はい。うん、面白かったっすね。いや、すごい。ヘビー級やばかった。7試合中5試合 KO です、うん、トーナメント。昔のなんかヘビー級見てた頃、ちょっと思い出した感じがありますね。そうですね。ちょっとやっぱ雰囲気出ましたね。出ますね。あ、はい、まあ、そんな中でビッグバンチャンネルとしては、こう、実方、ヘビー級元王じゃん。そうですね。はい、挑んだんですけど、谷山さん、どうだったでしょう。そして、石井選手、なんかめっちゃ強くなってますね。ボディ、左のボディストレートから同じモーションで、顔面、左ストレートですよね。あれなんかちょっとコスキ見えてなかったのかな。そうですね、全然ボディだと思ってましたね。あ、そういうことね。はい、もうボディでちょっと、そうですね、ガード下がってたんで、うん、はい、でやっぱりそのままモーションでもらっちゃったんで、うん、まあ効かされましたね、うん、2ラウンド目は完全に、ね、でもコスキも三日月蹴りとか、うん、そのパンチ来た時の膝蹴り、うん、めっちゃタイミング良くて、うん、まあ最後それで石井選手完全にあばら痛めました、ね、うん、そうだね、はい、うん、見ててもなんか、いや、なんか、コウスケの穴がないなって思ったりしてた。こういうふうにやってね、うん。しかも体重差もあって、いい感じの壁具合というか。はい。でもなんか、コウスケこれ、もうちょっと立ち上がりの感じでいっちゃうなって思ったんだけど、うん、はい。そう、そこら辺の穴が少しずつ見えてきたかなっていうのはあったし、そうだな、一発もらっちゃったからなっていう。うん、やっぱ石井選手フィジカル強いですね。全然下がんないし。うん、そうね、はい。体重差が結構あったのにもかかわらずあの感じだからね。はい、うん、もういや、ゴリゴリっすよね。もう、やばいっすね、体やっぱ石井選手。うんで、まあ、向かい合ってるだけで多分、コウスケもだんだん疲れてくると思うんですよね。うんうん、あ、まあね。はい。確かに。加納さんどうでした？ビッグマン王者の試合見て。うん、そうですね。今回初めて石井さんが K1 に転向して初 KO とお伺いしたかったんですけど、うん、はい、技術的にはあれ、やはりこの石井選手の作戦が成功したんですかね。そうですね。いや、もう僕は完全に、ストレートですよね。うん、さっきも言った、ボディストレートからの同じモーションの顔面を、何回か連続でもらっちゃいましたね。2、3回連続でもらっちゃって、もうそれがまともに入っちゃった感じですね。それを成立させる、その石井選手の、こう、肉体的なこう能力っていうのが届いちゃったみたいな感じですかね。いや、フィジカル的にもすごい強いですよね。全然自分の距離でずっと戦えるし、まあ最後はもろ、ストレート打った時に、右膝切り合わされないで、もろそこは、あばら折れてましたよね。あばら折れてる。ずーっとなんか痛い顔してたもんね。そうですね、終わった瞬間もう、ね、うわーと思った、はい、逆にまあたらればになっちゃうんですけどね、うん、あそこをしのげてれば今度逆にコウスケにめっちゃチャンスありました、ね、だってあっちの方先に刺さってたわけだからね。そうそうそう、まあこれもたらればだ、たらればだね、たらればしたくなるよね。そうですね、結果的にやっぱ 2ラウンドで石井選手が一緒だと。じゃあそうすると、そのどうでしょう、他のトーナメントの注目の試合というか結果的にはどうですか。いや、俺なんかなんだっけ、一番優勝した方名前、サッタリさん、サッタリさん、マハムードサッタリ、マハムードサッタリさん、はい、あの人やばくないですか。なんかフィジカルの強さやばいし、破壊力やばいし、やばいっすね。あと、なんだろう、回転の回し蹴りだとか、その蹴りとかも全部走りまくってるし、威力ありすぎだし、はい、一番だって最軽量ですよね。そうですね、はい、破壊力もやばいし、あれはちょっとやりづらいなと思います。しかも距離感もちょっと離れてるし、はい、難しいなと思いました、逆の側からすると、うんうん、あの人は強いと思いました。めちゃくちゃ、京太郎選手やった時みたいに、うんうんうん、無理にやっぱ、うん、倒しいかないじゃないですか、うんうん、勝ってたらもうそのままポイントアウトしちゃう、ずるがしこさというか、うん、頭の良さがやっぱあるから、ね、はい、うん、なかなか倒せないですよね、あの選手。そうだよね、しかもディフェンスうまいし、はい、だって京太郎選手もうまいんで、うまくめっちゃ詰めてるのよけど、はい、パンチとかうまくかわしてってるしね、はい、もうあれはちょっと、うん、3ラウンド最後の方完全に、うん、時間稼ぎしてましたよね、うまい。そうだね、そうだね。はい。いや、俺は全然時間稼ぎはいいなと思った。はい、ぐらい。さすがだなと思った。優勝したのが完全にわかる。なんか、あと負ける要素がわかんない、ね。思いで浮かばないよね。そうです。はい。確かに。そうすると、じゃあ次、サッタリさん、優勝したサッタリさんは、うん、誰と戦えばいいのかって話になってくるんです。その辺どう思うんですか。いや、でも、普通に考えたら、うんうんうん、石井聡選手しかいないじゃないですかね。やらすとしたらもうそれしかいないのかなと、まあ、一応負けてないし、今回棄権しちゃったからっていうのもあるんですね、はい、あ、確かに、しかもネームもあるしな、石井さんだとしたら。そうです、3連勝して KO で勝ってるわけですから、うん、そうですね、ありそうですね、うん、ですよ、あれ全然ありそうだね。そうですね、なんかタイトルマッチ、うん、年内のなんか大きい大会とかで、
もう年内にタイトルマッチとかありそうですよね、サッタリ選手、年末とかありそうですね、はい、だってあの最軽量だって80何キロだっけ、ヘビー級の中でそんだけ結果残しちゃうぐらいだから、そのクルーザーみたいな感じで下げたらもっと強いじゃんっていう話になって、だからあの人は本当は結構抜けてる感じで、抜けてますね、ぶっちゃけあのシナカリミアン選手とかの時は、まあ抜けてる感は正直そんなないかなと思ってたんですけど、サッタリ選手はちょっと抜けちゃってるなっていうのは正直思いました。フィジカル的にもそうだな、あるし、テクニック的な感じだとしても、あと冷静さとかも全部持ち合わせてるから、はい、なんかそういう意味でもなんか、かなりパーフェクトに近いのかなっていうふうにちょっと思っちゃいましたね。で、あとちょっとお話を伺っていきたいのが、はい、まあ、ビッグマンチャンネルとしては、大岩、ライト級現チャンピオン、はい、ライザー選手と対戦して、まあ、結果から言うと判定で勝ったんですよ。はい、これちょっと勝因というか、そういったところ、はい、改めてその2人が見た視点、はい、俺だけちょっと全部言いたいんですけど、はい、K1 のやつ全部がまだ見れてなくて、もう一回ね、見損ねちゃったの。あ、めっちゃ、はい、でも結果だけ見てすごいと思ったけど、俺、内容はどんな感じだったの？内容はもう、ラッキーとかじゃなくて、完全に力の差で完勝したなと思って、1ラウンド目の後半からプレッシャーもよくて、パンチも結構、打ち合いでも勝ってたし。あの江川選手結構カーフキックやってくるんですけど、うん、しっかりカーフキック殺しというか、はいはいはい、しっかり外側に開いてもろにすねを蹴らしちゃって、ね、すね膝を蹴らしちゃって、でもうカーフキック殺し完全に成功ですよね。もう江川選手全くカーフ蹴れなくなったし、あ、そうなんだ、はい、体のデカさ的にはダメじゃった。いや、やっぱ大岩君の方がデカかったですね。やっぱそうなんだ、はい、もう階級の差を感じたというか、まあ、60キロ級でも大岩君プレッシャー強い方だから、うんうんうん、もう江川選手もやっぱそこにやられましたね、プレッシャーに。あー、はい、そうだね、江川選手って盤石の強さめちゃくちゃあると思ったから、なんかそういう意味ではちょっときついかなと思ってたところがあったから、まあ、テクニック的にそうですよね、うんうん、だから結果見たらすげえってめっちゃ思ったんだよね。いや、すごいです、うんうん、はい、いや、武尊選手と普段からスパーリングしてるなっていうのをやっぱすごい感じましたね。やっぱすごいレベル高いスパーリングしてるから、うん、江川選手が何打ってきても対応できるんだろうなというのを感じました。そうすると、あとはまあやはり安保さん、野入さんあたりはこう事前予想通りお二人の実力を示してくれたなと思ったんですけど、私伺いたいのはやっぱ山崎さん、はい、うん、あれだけのキャンプがですね、はい、短期間でやられてしまったっていうところ。あれ何秒だったの？1分ぐらい？50秒ぐらいですよ、ね、うん、1ラウンドで、はい、50秒ぐらいの。ワンパンチみたいな感じしてる、ね、そうです、うん、ワンパンチで、その前は山崎選手すごい、なんかはだっていろんな技が超切れてるし、はい、うわ、これは山哲也君的にやりづらそうだし、これはもうやられちゃうかなって俺思ってたけど、はい、あの一発だよね、哲也君ね。いや、もう左フックはずっと得意だから、山と哲也選手、うん、左フックで、うん、まあ昔の K1 マルマックスの63キロトーナメント、うん、僕も一緒に出させてもらってたんですけど、うん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 、その時も全部左フックで、ユーキもそうだね、ユーキも失神 KO してるし、1回戦ユーキ選手 KO して、うん、2回戦知財門選手 KO して、うん、で決勝戦は久保優太選手をまた左フックで KO して、でももうめちゃくちゃ得意なんですよね、左フックの合わせが。そう、タイミングもめちゃめちゃいいしね、はい、しかも確かにマサ選手とかも、確かマサさんとかも言ってたけど、はい、なんかその思いっきりガッて振ったわけじゃなくて、タイミングでなんか合わせてる感じがあって、そこら辺の技術とかがすげえなって思った。そうですね、あの一発だけだからね。いや、威力やばいんでしょうね、みんなあれで倒れるから、うんうんうん、なんかそんなに見た感じだと、うん、そうそうそう、こんなになっちゃうんだったら、そうそうそう、バカーンって当たってるわけでもないじゃん、はい、カツッて当たる感じで、殿下の宝刀だね、殿下の宝刀だね、まさに、はい、磨きに磨き上げた経験によって作り上げられた、ね、あの左の、やばいっすね、ガサクレツした感じだもんね、はい、やっぱちゃんと今まで育て上げたこの左フックだから。そうですね、だからあれはもう実力って言っていいと思う、完全にそうですね、うんうん、あと、うん、去年も1年以上試合空いてますもんね、去年3月試合して、そこがちょっとやっぱあったのか、でもどうなんだろう、いや、動き見てそれなんかそのブランクとか感じなかった感じですけどね、自分としては、うん、あの動きのキレも良かったし、その距離感とかもなんか変な感じもしてなかったし、もうゲームを作ってる感じもしてたから、はい、あの一発だけだから、そこは、うん、や、哲也くんのまあ、そうですね、必要なのかなってちょっと思っちゃってる、まあ、そうですね、わかります。そうすると、じゃあ最後に、はい、まあ、K1 とライズという二大キック団体が、大会を終えたので、はい、まあ、中国の6月大会のアンダーカードがどうなるかっていうところ、うんうん、ちょっとですね、まあ、全試合とかじゃなくても希望も含めてでいいので、うん、はい、お二人にこの試合組まれるんちゃうかってところをですね、一試合ずつじゃあちょっと、ね、いや、僕はもうこれほぼ決定でもいいんじゃないかなっていうのは、野入正明選手対海人選手、うん、はい、はやるんじゃないかなと。まあ、
間取って68キロぐらいでやるんじゃないかなとか思って、で、やっぱ海田選手、前回ベイノワ選手は秒殺してたんで、あれやばいよね。やばいです。で、海田選手もやっぱ負ける姿はもう想像つかないんですよ、ね。そうね。いろんな選手やっぱスパーリングやってるのは聞くんですけど、やっぱみんな海田選手ボコボコにされるっていうんで。いや、そうそう、俺もめちゃめちゃよく聞いてる。はい、ノイリ君とやばいでしょ、海田君だとしたら。はい、いや、やばいです。で、ノイリ君の、うん、とスパーリングした人もみんなボコボコにされるってやっぱ聞くんで。うん、これ見たいね。めちゃくちゃ見たいね。やばいっすね。やばい。これはもう多分世界的にも僕はちょっと、ほんとトップクラスのカードなんじゃないかなと、うんうん。これはもう6月にふさわしいと思うんですね。いや、そうですね。はい。まさに団体に垣根を超える戦いですよね。だとしたら、原口選手と、はい、哲也くんっていうよりも、なんか俺山崎くんと見たい感じになってる。なんとなく、いや、その勝率的にはなんかわからないけど、その勝率っていうか、哲也くんが、まあ、山崎くん勝ったかもしれないけれども、でもなんか見たいのは、原口選手 VS 山崎選手が見たいなとかちょっと思っちゃってますね。山崎選手今回のダメージがどうかですよね。そうですね。あんだけの倒れ方しちゃってるから。そうね、6月だと。2ヶ月ちょっとで。確かにそこぐらいですかね。確かに僕もそっちのカードの方が見たいですね。うんうん、じゃあ、そうですね。今じゃあお二人聞いた対戦カードもそうですけど、まあ、どんどんこれからね、6月の、天心卓球の細かいルールもそうですけど、はい、アンダーカードも決まっていくと思うんで、はい、まあ、その度注目試合あったら、また解説していただこうかなと思います。ね、皆さんもコメントに、どのカード、誰対誰見たいかとか、あったらコメント欄に記入してください。コメント返信させていただきます。あと、チャンネル登録、いいねボタン、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。